アリエです。ピンクラテ TV 始まるよ、イエーイ。はい、今回こんな一人でいるんですけど、なんとアリア4年間の思い出を振り返りたいと思います。イエーイ。本当にいろんなことがあった4年間ですね。もう卒業するんですけど、皆さん温かく見守ってください。それではどうぞ。まずアリアが入ってきたのが小学5年生の時にピンクラキラチャレというそのステージでピンクラテ賞をいただいて、そこからメドモになって、そこからピンクラテ TV をなったっていう感じですね。アリアが今最後の初期メンバーなんですけど、これからまず最初からちょっと振り返りたいと思います。まずその4人での撮影が、これちょうど4人の写真が2018年の1月18日もうこの時がほぼ初対面ぐらいで、4人ですっごい緊張してて、あとこのピンクラテ TV の一番最初の動画を見れば分かるんですけど、本当にもうめっちゃういういし、声とかもめっちゃキャピキャピだし、あとアリもめっちゃあの顔頬張ってみたいな、ちょっとあの緊張してたんで、すごい人見知りだったんで、そんな感じですね。まあ懐かしい、あ、やばい、これ懐かしくないですか、これやばい、一番最初かな、私たちピンクラテメドモになりました、やばい、夏楽しかったです。あ、デビューって書いてる。アリアがね、もう常にこの人形を抱えてたんですけど、アリアこのクマちゃんが大好きで、毎回いろんなクマちゃんをリュックに入れて持ってきてたんですけど、まあ、最近はちょっと成長してたってことになりました。何か原宿ロケが最初のロケかな。ここは原宿の食べたやつ、懐かしい。その時はまだコロナもなってなかったので、全然ロケもいっぱい行けたし、原宿とかめっちゃ行ってました。ロケで踊ってみたも結構踊ってて、アリアが一番好きな踊ってみたは金曜日のおはようなんですけど、あとはヘイヘイドクターが一番再生されたかな、113万回ぐらい再生されましたね。あれも結構楽しかったです。やばい、あ、ももかちゃんと写真が懐かしい。あ、そう、12歳の誕生日も祝ってもらったんですよ。12歳とか若すぎる、やばい。いや、今15歳なんで3年前以上ですね。あとは何だろう、読売ランド すごかったです。初めての読売ランドだし、初めてその遊園地ロケする、全部初めてのことですごい面白かったんですけど、やっぱ怖いジェットコースターがあって、なんかももかちゃんとゆらりはジェットコースターが好きやから2人で、ね、バンデットに行ったんですけど、アリアとひめかはちょっと無理無理無理みたいな感じで、ちょっとあの2人で眺めてたんですよ。懐かしい、あ、サンリオピューロランド見たなって感じで、かわいいって感じだったあー、これもうめっちゃ思い出深い。これが飛行機乗った時なんですけど、これがひめかと一緒にいろんなところに来たんですよね。ゲストとして行ったんですけど、喧嘩もしたり姫香とかよく喧嘩してたんですよ。でも次の日朝来たら仲直りするので、まあ、いつものことだったんですけど、でも姫香とアリアはなんかちょっと4人の中で最初の4人の中ですごい妹って感じでめっちゃ仲良くて、でももかちゃんとゆらりはすごいお姉ちゃん的な存在で、ももかちゃんは特にすごいいろんなことを教えてくれたり、すごいももかちゃんのおかげでいろんなことが学べたなって、泣きそうやめてやばい、泣きそうです。いろんなことがありましたね。のが何が小学6年生かな、初めての新メンバーがやってきて、
ゆなとエコちゃんがすっごい初めてだし、初めてのゆな、初めての年下で、エコちゃんは同い年で初めての新メンバーなんで、今のメンバーだと一番ゆなが長いかな。これからも大変なことあると思いますが、アリアらしく、肩の力を抜いてリラックスして思いっきり楽しんでください。今後の活動も応援しています。そしてまた会えるのを楽しみにしています。以上、ういゆらりでした。ご卒業おめでとうございます。